今年も6月に入り梅雨が近づいてきました。ジメジメとした季節になり、多くの方に好まれないあの虫、ゴキブリの活動が活発になる時期になります。ウェザーニュースでは、今年家でゴキブリを見ましたかというアンケート調査を6月2日から3日にかけて行いました。その結果、見た人の割合は 20% を超えており、5人に1人の方が目撃していることが分かりました。都道府県ごとの割合を見てみると、気温が高い西日本の方がゴキブリの活動が活発になっていて、目撃割合の高いエリアが多くなっています。最も割合の高かった高知県では 51% と、半数以上の方が目にしている状況でした。駆除のためによく使われる毒液剤ですが、設置するとかえってゴキブリを家におびき寄せてしまうのではと疑問に思う方もいるかもしれませんね。実はゴキブリは餌を見つける能力がそれほど高くありません。見つけられるのは自分からせいぜい50センチから2メートルくらいまで。家の外から餌を感知して侵入することはないでしょう。また気をつけたいのが設置する場所と数です。適しているのはゴキブリが寄りつきそうな場所です。冷蔵庫の下やシンク下、食器棚の引き出しなど、キッチン周りは多めに設置します。洗濯機のそばなど水回り、移動経路になる壁、集まりやすい部屋の隅や狭い隙間などに置くのも良いでしょう。毒液剤の数もポイントです。接触率を高めるため多く設置する必要があります。効果持続期間は1年程度と長めですが、期限の切れたものは交換するのも忘れないようにしましょう。他に必要な時に必要な分だけ薬剤をプッシュするタイプのものもあります。ご家庭に合った商品の使い分けもおすすめです。梅雨から夏にかけてはゴキブリが出やすくなります。早めの対策で心配なく過ごしたいものです。今ご紹介したニュース記事はアプリウェザーニュースでもご覧いただけます。